収録の方も始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。お願いします。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上では、8月21日ですね。はい、昨日あの与那原の大綱引き行ったんですよ。お、大綱引きいいですね。めっちゃ人いっぱいいて、はい、やばいぐらいで、あの初めて大綱を初めてかな、大綱引いて、1回勝負って言われてて、でめっちゃなんかあの甥っ子とかも来てたんだよ、沖縄市から。なかなかちゃんとあの大綱引くって経験できないですからね。なかなかないですよね、はい、那覇の大綱引きか与那原か、あとどっかありましたっけな、はい、沖縄市ぐらいですかね。沖縄市ありましたっけ。沖縄市にカーニバルの時、あーカーニバルなんか昔行ったことありますけど、はい、で引いてめっちゃもう3分ぐらい引きっぱなしだったんで、めっちゃ今日筋肉痛してますよ、腕やばい。筋肉痛するぐらいって那覇祭りとかでも引けないですよね。引けないですよ、なか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 、うん、いやーすごいですねガチのバトルですね。ガチのバトル本当にびっくりするぐらい。あ、では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、なんか言い慣れないな早速ツイキャスの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。リオチさん来ております。ヤッホーヤッホ ー、なんだ、高齢グースを回し、あ、探し回ってます。なんで？どういうこと？自家製作りましょう。作りましょう。作れるよ、簡単に。茶壇長老に唐辛子入れると美味しくなるって聞きましたね。あ、そうなんだ。はい。へー。沖縄大好きさんも来ております。こんばんさっちーと来ておりますね。こんばんさっちー。こんばんは。では早速、一曲いきたいと思います。はい、お願いします。今週は、オンエアの翌日が、運慶ということもありまして、エイサー曲をちょっとチョイスしました。松田和俊でエイサー頭です。どうぞ。エイサー頭。うん。です。もうこれを聞くと、もう本当に、ああ、お盆だってなりますね。そうそうそう。だから、あえてエイサー曲を入れたんですよ。あ、やっぱりこれ便利だな今片耳でエーサーがしゃれ聞いて、今片耳でサッチーさんの声聞いて、あーなるほど、ごめんなさい切るの忘れてたおかしいなと思って聞こえ方が、あとで編集でここ音楽切り取って入れていきましょうねお願いします。週末いろいろありすぎて
ビーチクリーンも行ったんですよ。おお。ROK のやつ。すんげえ暑くって、やばかった。ビーチクリーン。やばかっ確かに人気だた。な。なんかクーラー効いてない気が。なんか聞いてない感じしますね。さっきまでついてたんですけど。あ、ドライになってる。運転切り替え、冷房。24ぐらいにしましょう。ですね。先にテーマ行った後にちょっと先週味噌煮込みスキーさんから来てたんで、はい。それから先に読みましょうね。お願いします。エイサー曲もいっぱいあるんですよね、今。ういっぱいあるからめっちゃ悩みました。ん。バリエーションも増えました よ増えましね。たね。本当に。昨日、夜なまる大綱引きって、花火もちょうどオンエアの時間だったんで、オンエア聞いてないんですよ。おい、みたいな。たまにはいいんじゃないですか。はい、間もなくです。はい。はい、じゃあマイクオンにします。おかけしたのは松田和俊でエイサーがしらでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、お願いします。今週のテーマは今年の夏、海や川で泳ぎましたか？です。まあ、もう8月も終わりになりましたので、皆さん海や川で泳いだかなっていうのはちょっとお聞きしようと思って、今回はこのテーマにしたんですが、先週、台風っていうテーマで、メールを募集してて、いつ、だけちょっと読み忘れがあったので、そこのメールから紹介したいと思います。はい、お願いします。サッチーさん、こんにちは。こんにちは。味噌煮込みスキーです。ありがとうございありまがす。とうございます。台風、まさにメールしてる今は台風の、接近中。沖縄のリスナー仲間に教えていただいた対策、お風呂の水、ポータブル電源、バッテリー充電、パン類、カップ麺、レトルトご飯、カセットコンロは備えましたよ。放送しているときは役に立ってるかなと、なってるといいな。いや、ポータブル電源は活躍しないかったよって言いたいなと来ております。どなでしたかね、内地の皆様は。なんかテレビの報道で見ている限りではそこまでなんか深刻な影響はなかったようにも見えるんですけど、ただ雨の多い地域大変そうでしょうね。まあそうですね。確かに言えてる。あれ、なんか携帯が修理から出したもんで、私も 混乱してますが。では、どうしようかな。メールから先に行こう。今週のテーマでメールが来ておりますので紹介したいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。今年の夏、海や川で泳ぎましたか？5月に宮古島へ一人旅へ行った時に、宮古島の美しいビーチ、与那覇前浜ビーチで泳ぎましたね。次に5月の時期に宮古島にいつ行けるかわからないと思って一人で泳ぎましたと来ております。宮古島の
海は確かに綺麗ですからね。だいぶ綺麗ですよね。僕そんな宮古島行ったことあるんですけど、自由時間が夜だったんで、あら。綺麗な海一回も見れなかったです。でもその代わり星は見れたんじゃないですか？ああ、でも星も、暗いとこ行かないと見れないじゃないですか。あ、まあ確かに。なかなかそこまで行けなくて。自由ああ。行動って言っても一人で動けるわけじゃなかったんで、なんか、ああ、せっかく目の前に素敵な海があるのに見れないっていう思い出がありますよ。ああ、なるほど。では、キャスの方でタミーさん来ております。はいさーい。かっこ夕方と来ておりますね。はいたーい。次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございありまがす。とうございます。サッチーさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサッチー。こんこばんばんんさサッっちー。チー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、今年の夏。目の前にお化けが現れ、思わず、キャー、お化けと言って本物のお化け を蹴りで倒した話ではなく、メッセージテーマ、今年の夏、海や川で泳ぎましたか？実はまだなのです。海もまだ行っておりませぬ。おりょ。泳がずとも海だけは眺めに行きたいっすと来ておりますね。まあ、沖縄の人は確かに、海は泳ぐものではなく見るものと、あと騒ぐものというのが結構ありますからね。DM も来てましたので、ちょっと一通紹介しましょうかおね。願いします。赤キャン大城さんでいいのかな？さんからいただきました。ありがとうございあまりす。がとうございま多す。分お初の方ですね、このはい。方。泳ぎましたよ。橋から飛んで、船まで泳いで乗り込んで、船を転覆させて泳いでひっくり返したり楽しかったですと来ております。針か。針で転覆競争とかありますからありまね。すね。あれ、やったら大変そうだけどな。どんなだろう、実際のところ。やったことないかなとも言えないんですけど。まあ、旧盆がオンエアの翌日、はい。何日だ？ 27？8？8 か。28ですね。はい。28日がお盆ということで、うん。一個、前に旧盆のテーマで言おうと思ってた話があって、はい。旦那が前、まあな、20代の時って言ってたかな、青年会に入ってた時があったらしく、ほう。その時に、なんか旗頭を、道ジュネの時に持ってて、はい。で、集落内を回ってたんですけど、最後の最後に、先輩に取られて、それもしかも等身同意の時に取られて、なんか悔しかったっていう思い出があるよっていうのを私聞きました。せっかく一番目立つところですからね。目立つところ、あんなね、細マッチョの人が、はい。よく大きい旗頭持ってるなって思ったんですけど、私的に。もう、美味しいところだけ持ってきやがってですよ、本当に。うん、先輩は。もし、じゃには頭上がらないですから ね。まあまあまあ、そうですよね。はい。私、今日のテーマで、はい。泳いだかって言ったら、今年実は泳いでないんですよ。僕もです。こ私、こ数年泳いでおりません。足つけるぐらいかな。足つけにちょっと行くぐらい。僕は足すらつけたのはもう10年以上前だと思あら。います。どこのビーチとか行きたいところだけど、わからないですよね。名護にいた時は結構自転車で行って泳いだりとかしてあー、たんで、名護になんかビーチありますもんね。一人暮らしだったんで、明和大学通ってる時に、まあ、21世紀の森だったり、古宇利島まで自転車で行って、へえ、自そ分こまで、で自転車で行けるんだ。行けます、行けます。で、泳いいで帰ったりとかっていうのもありましたね。ー。へえ。
私、まあ、与那原からなんで一番近いところって言ったら西原キラキラビーチなんで、そこに行ってちょっぴん足つけるぐらいでって感じかな。今年はそんな感じ？僕はもう本当に身の回り電子機器っていうか人間なんで今。あ、はそうですね。い。足つけに行く暇もないというか。もう、いや、もう危険だと思ってるんで、基あ本海には近寄らないと思ってあ、るんで。なるほど。はただビーチパーティーとかで DJ するのも好きなので、いはい。行きはするんですけど、はい。まあ、機材をなるべく守るために自分は使わないと。あー、なるほど。はい。キャスの方でナルトラさん来ております。サッチーさんお疲れ様です。今仕事終わりました。って、お疲れ様おで疲れ様す。です。私は今日急遽、まあオンエアでは日曜日なんで休みなんですけど、はい。収録の時は、午前中急遽仕事になっちゃって。ああ、お疲れ様です。何時まで仕事した？ 12 時半ぐらいまで仕事してたんで、はい。もう朝何時に起きた？めっちゃギリギリに起きたんですよ。はい。本来だったら朝7時に本当は出なきゃいけないのに、普通だったら6時半ぐらいに起きるのが普通じゃないですか。はい。なのにもかかわらず、今日に限って起きたのが6時50分。出るのに10分しかないって思っても、慌てて、今日ゴミ出し日だったんですけど、旦那にゴミ出しをお願いして、で、もう私はそそくさと仕事に行きました。お疲れ様です。タミーさんが、女性の方は浜売りで海に入るんじゃない？って来ておりますね。あ、まあ、確かに浜売りは旧暦3月3日なので、まあ、夏場に入るかな。私が足つけたのは、ちょうどキラキラビーチが、海開きした時だったので、まあ、5月の手前かなぐらいでしたね。ナルトラさん、サッチーさんも10月14日のフリムーンの、ビーチパーティーよかったらどうぞと来てますね。10月14日か、私なんか予定あったかな。まあ、夕方からで良ければ行こうかなって感じですね。っていうのも土曜日仕事が入るか入らないか瀬戸際になってきておりますみたいな。なるほど。でも10そう、って土曜日でしたっけ？確か土曜日だったんじゃないですか。私ちょっと確認が今したいところなんですけど、ちょっと僕が確認しますね。はい、お願いします。うーん、なんかあれですね、筋肉痛と昨日のこの与那原大綱引きの疲れがどっと来ておりますね、今。14は土曜日でした。やっぱり。はい。なんか聞いてたんですよ、りょうちさんから。14日土曜日だと思うけど、来れる？みたいな。聞いてたんで、一応多分仕事入ってるかもしれないけど、行けたら行こうかな、みたいなことを、何日？ 19 日の土曜日に行われたビーチクリーンの時に私言われました。でもビーチクリーンはビーチクリーンでめっちゃ暑かったんで、もう朝の10時の時点で、何度？ 31、2度あったので、もう相当暑くて大変でしたね。31、2度って高いですね、朝の時点で。そうなんですよ。めっちゃ19日の土曜日って晴れてたのでピーカンだったんですよ。沖縄って35度ぐらいまでしか上がらなくて、ああ、まあ最高でもそう最で高すでよも。ね。31、2度って相当暑いですよね。暑いです。びっくりした。ちゃんと暑さ対策しながらやらないと危ないですよ。私は一応この半袖長ズボンで行ったんですよ、今回。はい。で、本来は、終わった後ちょっぴん海にも浸かろっかなと思って、はい。半袖半パンで行く予定だったんですけど、結局ビーチクリーンなんで、はい。オモが。旦那に聞いたんですよ。どんな格好で行けばいい？って聞いたら、いやいや、暑いから、普通に長ズボンでしょ、みたいな。掃除もするし、危ないしって言われたんで、
あ、そっか、みたいな感じで。腕も確実焼けるから、そう。日焼けがやっぱ大変ですよね。日焼けするんで、はい。なんで、長袖がいいかもよって言われたんですけど、長袖だと絶対死ぬと思ったんで、半袖で行って。で、主催の、この、ROK さんの、はい。なんだ、パーソナリティさんは、何を思ったのか、半袖半パン、できてたんで、びっくりでしょ。まあでも、まあ人によってはそれが涼しいっていうか、まあ、全然平気な方もいらっしゃいますからね。まあ、いますけどね。僕だったら絶対長袖長ズボンです。あ意外と長袖涼しいんですよ。ー、でも私、長袖だとすんげえ汗かきなんで、はい。い脱水症状起きると怖いなっていうのがあったんで。や、その分飲むんですよ。ああ、まあまあまあ。1時間?違うな。1時間も満たない時間だったんですけど、この掃除するのが。500ミリの、このアクエリアス、1本全部飲んじゃいました。それほど暑かったです。僕はですね、いつもローラースケートが趣味なので、はい。2リットルのアクエリアス、はい。2リットルのお水を全部飲んじゃいます。夏わお。場は。わお。大変。外で数時間滑ってると。あー、まあまあ、動きますし、足もはい。かきますもうし。ずっと汗かいてますからね。まあ、確かにそうですね。どうしよっかな。告知は、でも、リオチののがね、多分オンエア上では終わってるんで、そうですね。あれなんで、どうしようかな。来週のテーマ、ちょっとギリギリまで迷ったんですけど、来週のテーマも早速いきましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、最近なくしたものです。ときめき？ときめき？なぜに、ま た最近なくしたものですよね。そうです、最近なくしたものです。ときめきが欲しいですよ。まあまあまあ、私は来週ちょっと言おうかな。今日の朝の出来事だったんで。はい。おお。そう。タイムリーですね。タイムリーだったんで。で、本当は別のちょっとテーマにしようと思ったんですけはど、い。いどうしよっかなーと思って。やでもいいんじゃないですか。やっぱ気分の乗るテーマの方 が。ね。はい。ナルトラさんが、自分もくもじ局のビーチクリーン参加しましたけど、本当に水分大事でしたねと来ておりますね。あー、まあ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 。くもじの方でも確かにビーチクリーンもやってますからね。うん、だから僕のおすすめはアクエリアスを飲んだら同じ分だけ水を飲む。ああ。ガバガバってやつ。はいはいはい。タミーさん、イヤホンなくした。イヤホン。イヤホンよくなくしますよね。確かに、なんか今の、なんていう、ワイヤレスイヤホンはい。が結構なくす率高いんじゃないですか。あれ僕一番、もう本当に一番最初に出た製品が、こはい。のトゥルーワイヤレス。はい。エアリーンっていうのがあるんですけど、はい。まあまあいい値段したんですよ。はい。で、県内で僕が多分一番最初に持ってたんですよ。お。スナック行った後なくなってて、あお店にれ。問い合わせしたんですけど見つからなかったです。っあいたったったった。はていうのは過去にあったんで、イいヤホンだはいはい。けはなくさないようにいつも気をつけてます。あー、私、あれやな。イヤホン、高いのやってもなかなか、なんか、なくしたことないんですよね、最近。なんでだろう。逆になんでだろうと思うけど。まあ、結構、でも、ちゃんとケースに入ってますからね。まあそうですよね、最ケース近。ごととかじゃない限りはなかなかないと思いますけど。まあ、片方をなくしたとか、多分、あんまりないかな。人によりますけどね。まあ、そうですよまあ、ね。電車の隙間に落としちゃったとかっていうのは、電車ではよくあー、あ聞きますからね。りますはい。ねー。痛い、それは。自分で取っちゃダメですよ。駅員さんにちゃんと頼みましょうって言ってうましたね。んう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 ん。沖縄の人はなかなかそういう経験ないと思うんで、ないですね、確かもに。しそういうな時、出くわしてしまったら、うんパニックを起こさず、駅員さんにご相談しましょう。うん。確かに。すいません。イヤホン落としました。申し訳ありません。イはははは。ヤホンはあります。あります。あります。
さんが、霊感インナーシャツおすすめですよって。島村等で1000円で買えるはずよ。おー。私、次行けるの多分10月ぐらいのビーチクリーンに行けたらいいなって思うので。僕も首元クーラー持ってるんで、あー、なんああいうのか、結構おすすめですよ。暑いと、そう、首元冷やすといいですからね。ペルチェ素子っていうので冷やしてくれるやつがひんやりしてずっと効いてくれます。なるほど。ということで、お時間が来てまいりました。はい。では、また来週お会いしましょう。お相手はさっちーと。ミキサーのキャンでした。じゃあまねー。た来週。このタイミングで、ヤン吉さんとかが来ましたね。今日まで頑張って、12時半まで、12時半じゃないや、深夜1時まで起きとけんと。今日まで、あれなんで、メンヘラジオさん、ゲスト出演されてるの 僕も寝れない日が続きますよ、本当に。で。世界陸上だ。夜中ですからね。昨日は本当にサニーブラウンがやってくれましたよ、本当に。9秒台だったらしいですね。準決勝で自己ベストの9秒97を出して、まあ、お。決勝は10秒02ぐらいだったと思うんですけはいど、はいはい。ただもうスタートがはまってなかったんで、残念ながら。スタートさえはまれば、もっとバンって。なるほど。私も世界陸上、昨日？おととい？昨日は見てない。おとつい見てたんですけど。障害？ 3000 メートル障害？あれはすごいなって思いますね。あ長れ距離。もすごい種目ですよ。時刻でしょうね。3000メートル走りながらハードル越えないといけないんで、水温を飛び越えないといけないんで。あれは絶対、無理。私には無理。でも学生時代下手したらやらされましたよね。ああ、ですね。です ね。中言え学校てとるかで下で。手したらやらされましたやよ。らされましたね。大浜さん、収録なんですよ。やっぱこの辺とかいいや。気に入りが増えた。よかよか。よかよか。しかもお得で今半額以下なんですよ。へえ。本当は3万ぐらいするヘッドホンなんですけど。半額ぐらいって、11万万。3000ぐらい買いまうお、それでも高いな。意外とする。BGM で使えてノイズキャンセリングが入ってる、これしかないんで。実際ノイズキャンセリングができて、声も聞こえるって言ったじゃないですか。こういうこともできるんで便利。便利、便利。超便利です。便利、便利。私も自分のワイヤレスイヤホン買うのでも、あれですよ、最近なんか、値段こだわってしまう。ちょっと、なんか、一定額より上は買えないなーみたいな。重いんですけど、今自分が使ってる中で人に勧めるのはこれです。いや、これは結構いいヘッドホンです。また来週の月火水が大変だぞ。あと1分ありますね。もう眠い。眠い。今日はちょっとお疲れモードでしたね。お疲れ様です、今日。朝はパタパタで、なおかつ3軒行ったんで、今僕もちょっといろいろと疲れてることがあるので、日。先週からめっちゃ大変なんですよ。ついてないことが多くて。あら。昨日、昨日とて、もう頑張れ、もうあれだったんですよ、なんか、綱引き、結局、私がいたところが勝って、おお、カニもらえましたね。借りをもらったんだけど、綱をもらえなかった。じゃあねー。